燃えるソ連の戦車と国旗を掲げるチェコスロバキアの人々プラハの春は1968年に起こったチェコスロバキアの変革運動。ソビエト連邦軍主導のワルシャワ条約機構軍による軍事介入のみを取り上げた場合はチェコ事件という。1956年のスターリン批判の衝撃はポーランドやハンガリーのように社会主義体制の危機を引き起こすほどではなかったにしろ。 チェコスロバキアにも波及し、1960年代に入るとアントニーン・ノボトニーの統治体制は揺らぎ始めた。特に、1950年代にも多いを振るった粛清裁判犠牲者の名誉回復問題、経済成長の鈍化に象徴される計画経済の行き詰まり、スロバキアの自治要求などをめぐって、ノボトニーに対する批判が高まっていった。1967年に入ると、 第4回チェコスロバキア作家同盟大会において、パベルコ法とミランクンデラ、イバンクリーマといった作家たちが共産党への批判を行った。また10月末には、プラハで学生が学生寮の設備をめぐる抗議デモを行い、党指導部がこれを警察隊によって鎮圧する事態に発展した。それに加えて、党内においても、ノボトニーの国家、 党運営に対して、スロバキア共産党側から強い不満が出された。こうした状況下で、12月に、ブレジネフが非公式に、プラハを訪れた。ブレジネフからの支援をてこに、事態の収拾を図ろうと目論んだノボトニーであったが、ブレジネフは、チェコスロバキア共産党内の問題であるとして、積極的なノボトニー指示を打ち出さなかったと述べたと、される。結局、 党内対立が解消されないまま開かれた12月の党中央委員会総会は、さらなるノボトニー批判一色となり、ノボトニーが兼任していた党第一書記と大統領職を分離する流れが固まっていった。1968年1月5日のチェコスロバキア共産党中央委員会総会において、スロバキア共産党第一書記のアレクサンデル・ドゥプチェクがノボトニーに代わって、 チェコスロバキア共産党第一初期に就任した。アレクサンデル・ドゥプチェク、1968年9月、ドゥプチェク体制の指導1月総会の結果、事実上、検閲が廃止されたこともあり、ノボトニー体制の中核を担っていた党幹部や閣僚に対する批判が高まった。2月には国防省の幹部で、ノボトニーと意にあったヤンシェイナ将軍がアメリカに、 亡命する事件が起きた。彼は、公金の不正流用疑惑で、捜査対象となっていたが、同時に12月末から1月初めにかけて、ミロスラフマ村将軍などと共謀し、ノボトニーの権力維持を目的とするクーデターを、企立てていたことが発覚した。この事件は、マスコミにとって、格好の話題となり、その論調の矛先は、大統領職に泊まっていたノボトニーに向かった。 また3月に入ると、ノボトニー体制を支えてきた党や政府幹部も、相次いでその職を去っていった。例えば、内省、ヤン・クドルナや、検事総長ヤン・バルトシカの辞任は、ソ連との関係が深い治安機構を管轄する部署にも、改革の波が押し寄せたことを知らしめた。そしてついに3月21日、ノボトニーは、大統領職を辞任し、 第二次世界大戦中の英雄であったルドビーク、スボボダが大統領に選出された。行動綱領の採択4月の党、中央委員会総会で行動綱領が採択された。この文書は、新しい社会主義モデルを提起し、党への権限の一元的集中の是正粛正義牲者の名誉回復連邦制導入を軸としたスロバキア問題の解決企業責任の拡大や、 市場機能の導入などの経済改革言論や芸術活動の自由化外交政策でもソ連との同盟関係を強調しつつも科学技術の導入を通した西側との経済関係の強化が盛り込まれた。またオルドジフチェルニークを主犯とする新内閣が発足した。副首相として計画経済の改革を主張する経済学者のオタシクや1950年代に ブルジョワ民族主義の罪で終身刑を宣告され公的生活から追放されていたグスターフ・サークが入閣した。国民議会議長には国民の間で人気のあったヨゼフ・スムルコフスキーが国民宣戦線議長にフランチシェク・クリーゲルが就任し、党及び政府の主要ポストを改革派が占めた。行動綱領の採択を受けて改革運動は 社会全体に浸透していった。労働組合、青年組織、社会民主党や間 K-231 などの非共産系、政治組織の動きが活発になった。それと同時に、改革の内容をめぐる認識の相違が顕在化し始めつつあった。改革運動の急進化に懸念を抱く勢力が形成され、ソ連などと接触を図るようになったり、 スロバキアでは民主化よりも連邦化を重視する動きがあり、改革に対する認識が必ずしも一枚岩ではなかった。改革運動の浸透と5月総会6月に予定されていたワルシャワ条約機構軍のチェコスロバキア領内における合同軍事演習に向けたソ連軍が到着する中、5月末に開催された党中央委員会総会は同盟諸国の懸念に配慮する形で、 右派修正主義の危険性を強調し、国民戦線の枠外における政治組織を反響活動とみなした。これによって党の指導的役割を堅持する態度を明らかにした。他方で第14回党大会を前倒しして9月に開催することを決定したことは改革路線の継続を印象づけた。 なぜならば、臨時党大会で改革に危惧を抱く多くの中央委員や党員が再任されないことが予想されたためであり、党大会が成功すれば、改革勢力の基盤は盤弱となり、不可逆的なものとなるからであった。2005宣言6月27日、ルドビーク・バツリークが起草した2005宣言が主要な新聞史上に掲載された。その内容は、 行動考量のそれと変わらなかったが、ソ連などは、反革命の兆候であると受け取った。ルプチェクの党第一初期就任から、軍事介入までの8ヶ月間は、ソ連をはじめとする同盟諸国が、チェコスロバキア指導部を交えた、他国間会談における批判、ワルシャワ条約機構軍の軍事演習など、政治的、心理的、軍事的圧力を行使し、 チェコスロバキアの共産党体制の解体及び改革運動の自国への波及を食い止めようとした機関であった。ソ連ブロックの有料1月のチェコスロバキアにおける権力者の交代に対し、真っ先に有料を示したのがポーランドと東ドイツであった。1月中旬、両国を訪問したブレジネフに対し、ブラジスラウ・オムーカとバルター・ウルブリヒとは共に、 反社会主義的影響がチェコスロバキアを超えてソ連ブロック全体に波及すること、そしてそれが国内の社会主義体制の基盤を侵食する可能性があると懸念を伝えた。特にポーランドでは3月に学生デモが発生し、ポーランドにもループチェクをと書かれたプラカードが掲げられる状況はゴムーカの懸念を一層強めた。 また2月22日に開催された1948年革命記念式典はブレジネフラ各国首脳が出席しチェコスロバキアにおける改革の機運を肌で感じる機会となり共産党に対する率直な批判記事を掲載するマスメディアの動向が注意を引きつけ改革運動に対する懸念を高めたドレスデン会談のボトニーの大統領辞任が決定的となったことは ソ連指導部に強い危機感を抱かせ、ドレスデンで、ポーランド、東ドイツ、ハンガリー、ブルガリアを伴って、チェコスロバキアとの多国間会談の場を持つことになった。ルーマニアを除いたワルシャワ条約機構5カ国が、チェコスロバキアの改革を協議する枠組みは、その後8月の軍事介入に至るまで、幾度か開催される、会談の講師となった。会談の冒頭で、議題が、 チェコスロバキアの改革運動の是非をめぐってであると言われたものの事前に会談の議題がソ連ブロック諸国の経済問題であると知らされていたルプチェコを筆頭とするチェコスロバキア代表団は各国から浴びせられた改革に対する厳しい批判に十分な応答ができなかった。会談全体を通してハンガリーを除くソ連、東ドイツ、ポーランド、 ブルガリアの各代表団は改革運動を反革命の兆候であると指摘し、共産党の指導的役割が侵食されていることに懸念を表明した。チェコスロバキアの代表団は改革運動が共産党体制の強化につながること、国民の多くから支持を得ている点を説明したが、ソ連をはじめとする同盟諸国の理解を得るまでには至らなかった。モスクワ会談。 行動考領の採択を契機にして、改革運動が活発化するとともに、社会主義体制やソ連との同盟関係に対する批判が出るようになったことは、ブレジネフ指導部にとって有料すべき事態と移った。こうした中、5月4日モスクワを訪れたチェコスロバキア代表団がソ連指導部と会見した。チェコスロバキアとの二国間会談を受けて、8日にゴムーカ、ウルブリヒと ヤーノシカーダールとドール・ジブコフがモスクワに集まり、ブレジネフから先のソ連チェコスロバキア会談の内容について報告を受けた。その結果、ワルシャワ条約機構軍の軍事演習を前倒しして実施すること、改革に懸念を抱いているチェコスロバキア共産党内の健全勢力を支援することで合意した。5月中旬。 アレクセイコス水銀首相とアンドレー・グレッチコ国防相が相次いでチェコスロバキアを訪問した。軍事演習、シュマバ六月十八日から三十日にかけて、ワルシャワ条約機構軍の合同軍事演習、シュマバが実施された。この演習には、九月の臨時党大会に向けた大議選出において改革派の身長を牽制することと軍事介入の実施を想定したシミュレーションの意味合いが、 あったまた演習終了後もチェコスロバキア領内から軍隊が撤退する気配がなかったことはチェコスロバキア国民の間に軍事介入の不安を広めた。ワルシャワ会談2005宣言を反革命への証拠と見たソ連指導部はチェコスロバキア指導部に対し多国間会談を提案する書簡を送った。しかしチェコスロバキア指導部は 所管の内容を検討した結果、まず二国間会談を行い、意見調整をした上で、ルーマニアとユーゴスラビアを加えた多国間会談を開く、要逆提案した。結局、この提案はソ連指導部によって拒否され、14日にワルシャワで多国間会談を開催することが伝えられた。会談の前日、13日、ブレジネフの意向を受けて、カーダールは、 ルプチェクやチェルニークと会談し、ワルシャワに赴くよう促したが、チェコスロバキア側はこれまでの主張を繰り返し、カーダールの説得は失敗に終わった。こうして、ワルシャワに集まったソ連、ポーランド、東ドイツ、ハンガリー、ブルガリアの指導部は、チェコスロバキア代表団が欠席する状態で、チェコスロバキアの改革運動について協議した。ブルガリア代表団から、 軍事介入を求める声が上がるなど、総じて改革運動に対する危機感が強いものであったが、ソ連指導部はチェコスロバキアに対し、反革命勢力との戦いに対する全面支援を記した共同書館の送付を決定した。シェレストビリアーク国費会談改革運動に批判的な態度を示していたスロバキア共産党第一書記のビリアークが、ハンガリーの保養地バラトン湖畔で、 ペトロシェレストソ連共産党政治局委員権、ウクライナ共産党、第一初期と国費に会談した。この席でシェレストは、軍事介入の実施にあたっては、チェコスロバキアの要請が不可欠であると指摘した。チェルナ会談ソ連とチェコスロバキアの国境にあるチェルナ、など地層で二国間会談が開催された。当初は、1日の予定であったが、結局4日間に及んだ。 会談後の公式声明は3日にブラチスラバでワルシャワ条約機構4カ国を含めた多国間会談を開催することだけに言及していたがソ連指導部はチェコスロバキア側からいくつの情報を引き出したことで一定の合意を得たと理解し軍事介入の決定には至らなかったその合意とは共産党の指導的役割の要望検閲の復活による マスメディアのコントロール非共産党系政治組織の解散ヨセフ・パベル内相、イジー・ペリカーン、クリーゲル、チェストミール・ツイーサシなど、改革派の鋼鉄であった。しかし、この合意をめぐるソ連とチェコスロバキアの認識には、決定的な違いが存在したことが、後の軍事介入に踏み切った要因の一つとなった。ブラチスラバ会談、ブラチスラバで、東ドイツ、ポーランド、 ハンガリー、ブルガリアの代表団を加えて共同声明が発表された。この会談中、アロイス・インドラ、ドラホ・ミール・コルデル、ビリアーク、アントニーン・カッペクラ、チェコスロバキア共産党内の健全勢力から軍事支援を要請する所管がブレジネフのもとへ届けられた。軍事介入の決定ブラチスラバ会談後、チェコスロバキアをめぐる緊張状態は、 ソ連のマスメディアが改革を批判する記事の掲載を見合わせるなど低下したように思われた。しかし、チェルナ会談の結果とされる合意内容の履行をめぐるソ連とチェコスロバキア間の見解の相違は徐々に明らかになり、ブレジネフは9日と13日の2度にわたり、ルプチェックと電話会談を持ち合意の実施を迫ったが、ルプチェックは9月の臨時党大会の準備を理由に、 ウレジネフの要求に応える態度を見せなかった。ここに至って、ドゥプチェク体制の下では、これ以上の改革の進展を阻止することは困難で、あるという認識が固まり、軍事介入によって事態を打開する方策が採用された。8月15日から8月17日の3日間に、渡って開かれたソ連共産党政治局会議で、チェコスロバキアへの軍事介入が最終決定され、 翌18日、ウルブリヒト、ゴムーカ、カーダール、ジフコフをモスクワに招き、介入決定を伝え、承認を得た。8月20日夜11時頃、ソ連率いるワルシャワ条約機構軍が国境を突破し、進行。チェコスロバキア全土を占領下に置いた。軍事介入の実施はチェコスロバキア、共産党幹部会における。 党内保守派による労農革命政府の樹立と連動する計画であった。しかし、進行当日の幹部会は9月9日の党大会の準備作業に傍殺され、保守派が用意した情勢報告に基づくドゥプチェック指導部の交代と新たに発足した指導部による介入の要請というシナリオは狂い始めた。結局、介入の連絡が党幹部会に届いたとき、 保守派は多数を占めることができず、反対に軍事介入を非難する声明が採択された。こうしてソ連などの介入はチェコスロバキアからの要請によると宣伝したにもかかわらず、党のチェコスロバキア側が介入を非難するという逆説的な状況が生まれた。それでも革命労働政府を樹立するという計画は、翌日もホテルプラ派及び、 ソ連大使館において、モスクワから派遣された、マズロフ政治局員やチェルボネンコ大使を交えて、継続的に試みられた。最終的に、スボボーダ大統領の決断を仰ぐことになったが、彼は、ルプチェクラの解放とブレジネフ指導部との直接交渉を優先させ、新政府の樹立を拒否した。22日、プラハのビソチャニ地区にある工場では、急遽、 第14回臨時党大会が開催された。この案は介入直後に共産党プラハッシブの指導者ボフミール・シモンがドゥプチェクに提案し、ラジオや党機関紙などを通じて連絡が伝えられた。こうして軍事占領という異常事態にあって1,112名が集まった。大会は軍事介入を非難し、拘束されたドゥプチェクら党指導部への支持を表明する決議を 採択した。当日、国営放送は、国家、ブルタバを流し続けるのみで、対外的には、何のアナウンスもせず、また国際電話やニュースの外信用テレックスも、封鎖され、唯一規制できなかったアマチュア無線からの発信と、更新に応じたツボネや傍受した BCL によって、事件は、全世界の知るところとなった。ソ連のチェコスロバキアに関して、日、 アメリカ、イギリス、カナダ、フランスの要求で国連安保理が招集された。この四国にブラジル、デンマーク、パラグアイが加わって共同提出した進行が国連憲章に反する内政干渉であり即時撤退を求める決議は賛成10、危険3、反対二の採決結果を見たがソ連が拒否権を行使したため廃案となった。またカナダは 国連事務総長がプラハに特別施設を派遣する決議を提起し、24日には、介入当日にユーゴスラビア訪問中だったハーイエク外相が国連で軍事介入を非難した。しかし、モスクワ議定書が締結された結果、チェコスロバキア側が議題を取り下げたことで、国連での議論は効果的な措置を講じることなく終わった。他方、西側陣営、特にアメリカは、 ルプチェク指導部による改革運動に共感を寄せつつも具体的な行動を取ることはなかった。その背景には各拡散防止条約の調印や戦略兵器制限交渉の開始などソ連との関係改善に期待をかけチェコスロバキアに関わることでこうした流れが中断される懸念があった。またチェコスロバキアとの関係に関しては当時アメリカが泥沼にはまっていた ベトナム戦争においてチェコスロバキアが北ベトナムへの兵器供与国であったこともジョンソン政権が積極的支持を躊躇させる要因の一つとして指摘できる。そのためチェコスロバキアの状況よりも予定されていたモスクワ訪問の行方に対する軍事介入の影響を気にかけたジョンソンの反応は冷戦下のヨーロッパ分断状況。 米ソの勢力圏に対する相互不干渉という暗黙のルールを示唆するものであった。当初の目論みが崩れ、チェコスロバキア側の受動的抵抗に直面したブレジネフラソ連指導部は事態収集策としてスボボダの要求を受け入れ、23日からクレムリンで交渉が始まった。しかし、反革命勢力と名指しし、交近していたルプチェクラと交渉するというブレジネフの方針に、 関しては、異論が投げかけられた。モスクワに集結していた、介入当時国首脳は、24日に、ソ連指導部の方針を知らされたが、この場で、ウルブリヒト、ゴムーカ、ジフコフは、あくまでも、革命労働政府の樹立を求め、必要ならば、一定期間の軍事占領を実施する強行意見を、述べた。また25日のソ連共産党政治局会議でも、同様に、 ブレジネフやコスイニンが描く事態収集策に対して意義が出された。4日間の交渉の結果、26日、両指導部の間でモスクワ議定書が締結された。議定書は15項目からなり、マスメディアの統制、改革派の更迭といったチェルナ会談での合意事項を再確認した上で、22日に臨時に招集された党大会の無効が明記された。また、 介入軍の撤退問題については、具体的な時期が曖昧なままにされた。チェコスロバキア介入を正当化する論理は、後に、制限主権論あるいは、ブレジネフドクトリンと、西側で呼ばれた。その主張は、9月26日のプラウダに、掲載のコバリョフ論文、主権と、社会主義諸国の国際的責務と、11月のポーランド統一労働者第5党第五回答大会における、 ブレジネフの演説に端的に見られた。つまり、一国の社会主義の危機は、社会主義ブロック全体にとっての危機であり、他の社会主義諸国はそれに無関心ではいられず、全体の利益を守ることに、一国の主権は乗り越えられるというものであった。その際、主権は階級的観点から再解釈され、主権尊重と内政不干渉よりも、社会主義の防衛が、 上位に置かれた。なお、ブレジネフドクトリンは、軍事介入を正当化するために、後付けで急遽持ち出された論理ではなく、それ以前のワルシャワ書簡やブラチスラバ宣言にも、同様の論理を乱すことができる。また、スターリンやフルシチョフ時代の対等欧政策全般を、貫いていた指針である点で、ブレジネフの名を関しているが、彼の独創的な政策というわけではない。 モスクワから戻ったドゥプチェクたち指導部は国民に対し改革の継続を表明した。しかし、モスクワ議定書の履行を求めるソ連と、それに連動する国内新素派からの圧力によって、ドゥプチェク指導部の選択肢は次第に狭められていった。例えば、介入以降チェコスロバキアに止まっていたソ連軍の撤退問題は10月暫定中流条約の締結によって、 実質的に正当化された。改革派への圧力の矛先は国民の人気が高かったスムルコフスキーに集中し国民議会議長職から解任された。その一方、行動綱領が掲げた改革政策のうち連邦制の導入は10月28日に実施され1969年1月1日をもってチェコスロバキア社会主義連邦共和国となった。 1969年1月16日、カレル大学の学生アンパラフが軍事介入及び改革の交代に抗議し、昇進自殺を図った。3月、ストックホルムで開催していたアイスホッケー世界選手権でチェコスロバキアチームがソ連チームに勝利したニュースが伝わると多くの国民が街頭に繰り出し、その勝利を祝った。そしてその一部が、 フラハのアエロフロート事務所に投石する事件に発展した。ソ連はこの事件を反革命勢力による陰謀と断定し、ループチェックに取り締まりの強化を要求した。1969年4月、ループチェックに代わり、フサークが東大一初期に就任し、正常化体制を進めるが、ループチェックは共産党に踏みとどまった。翌年の1970年6月、 ルプチェクやチェルニーク、スムルコフスキーなどの改革派幹部は除名され、プラハの春は終焉した。ルーマニアがソ連のチェコスロバキア侵攻に対し抗議文を読み上げている様子。中央で抗議文を読み上げている人物は、ルーマニア国家評議会議長、共産党書記長のチャウシェスク。共産党自身による社会主義体制の改革の試みが、 社会主義の祖国ソ連によって押しつぶされた事実は、わずかながらも残っていた、現存社会主義に対する期待、希望を一掃することになった。その結果、国際共産主義運動は、分裂状態に陥った。フランスやイタリアの共産党などは、プロレタリア独裁を放棄し、議会制民主主義の枠内での社会主義理念の実現へと、方針転換を図る。 いわゆるユーロコミュニズムを掲げるようになった。中国共産党はソ連のチェコスロバキア侵攻を社会帝国主義ないし、派遣主義と厳しく非難し、1969年には中祖国境紛争に発展して、中祖対立は修復不可能な状態に達した。ソ連を寄り差し迫った脅威と捉えた中国は、この後外交面では、 西側諸国との関係改善を模索することになる。ワルシャワ条約機構に加盟していたルーマニアのニコライ・チャウシェスクはルーマニア軍の派遣を拒否してソ連のチェコ介入を公然と批判し中国を訪問し、後のニクソン大統領の中国訪問を仲介して米中接近を支えた。こうした国際共産主義運動の動揺は口述するように冷戦構造の変容。 すなわちで担当をもたらす下地を提供した。一方、キューバのカストロは、ソ連軍のジェコ介入については、非難しつつも、共産主義体制維持については支持し、キューバ危機以来のソ連キューバ間の不信感は解除される、こととなった。軍事介入によって、改革目標の多くが頓挫する中、唯一実現されたのが連邦制の導入だったことは、少なからず、 チェコとスロバキアの間に亀裂を生じさせた。つまり民主化、自由化を犠牲にして連邦化という民族的利害の実現を優先させたという意識がチェコ人の改革派でもたれるようになった。この意識はスロバキア人の不サ悪が正常化路線を推し進め、改革派やその進判に対する弾圧を強化し、経済資源を重点的にスロバキアに配分し、 その工業化を進めたことによって、さらに強まった。1977年に出された検証77運動においても、その中心を担ったのは、チェコ人であった。このようなチェコとスロバキアの政治主導層の認識の相違は、1989年のビロード革命後の移行政策をめぐる対立にも反映され、1993年の連邦解体につながる原因となった。 また、東欧諸国の異論派、反体制運動も共産党による上からの改革運動が否定されたことから、党や国家とは別次元の市民社会に政治変革の拠点を求めるようになった。この認識変化は、ポーランドの連帯運動、そして最終的に1989年の東欧革命に帰着することになる。またこうした動きは、政治学における、 市民社会の再発見という学術的な貢献をもたらした。地理的に遠く離れていたこともあり、日本には直接の影響はないに等しかった。当時大きな盛り上がりを見せていた、全共闘や震災翼諸派による学生運動においてはソ連は批判の対象であり、ソ連による軍事介入に対しても批判的な反応が示された。また、ソ連共産党と 路線的に対立していた日本共産党も軍事介入を批判し自主独立路線を印象付けた。一方日本社会党では左派の長老である高坂一郎に代表されるように公然とソ連による軍事介入を擁護する声が上がりその後の統制の衰退に拍車をかけた。国際政治レベルにおいてもソ連がその勢力圏の揺らぎに対して 軍事介入という断固たる措置を取ったことは、西側諸国にヨーロッパ分断という現実を再認識させた。その結果、東西の緊張緩和を進めるにあたり、まずソ連との関係改善を優先させ、その後等を各国と交渉するという方式が選択された。別言すれば、 プラハの春が挫折したことによって、1970年代のデタントを生み出す素地が切り開かれたと言える。A.B. チェカスレバーキア、ソビエトフォーセスインベイド。AP アーカイブ、2020年12月17日、閲覧。A.B. チェカスレバーキアインベイデドから1968、トゥデイインヒストリー。AP アーカイブ、2020年12月17日、閲覧。 第12節国際共産主義運動、セクション5、シチュエーションインメインランドチャイナ、日本国外務省、2019年4月25日閲覧、ヘンリー・キッシンジャー、キッシンジャー回想6中国第8昭和会への道241から 247P、ありがとうございます。